本日、威力飼育妨害の疑いで逮捕された、自称 YouTuber のリス・ホッチ容疑者。リス・ホッチ容疑者は、飼い主に向かってたびたび、ブー、と、威嚇行為を繰り返したとして、逮捕されました。調べによりますと、リス・ホッチ容疑者は、とにかく触られるのが嫌いで、人に触られると反射的に、ブー、と威嚇してしまうとのことです。これに対してリス・ホッチ容疑者は、触ってくる飼い主が悪い、俺はとにかく触られるのが嫌いなんだ、用もないのに触ってくるな、と、全く反省の色は見られませんでした。これに対して、飼い主は、他のジリスたちはみんな、飼い主に、抱っこされたり、飼い主の膝の上で寝たりしている。そういうことができると聞いていた。と、少し言い分がある様子でした。しかし、ホッチ容疑者は、トイレの時は必ずお家に帰るし、飯くれアピールは可愛く、ご飯の時は飼い主に寄ってくるので、最高に可愛いと、親バカっぷりを見せていたとのことです。